中半大塚古墳。昼夜大塚古墳は、岐阜県大垣市中半町にある古墳。形状は、前方公園墳。不和古墳群を構成する古墳の一つ。国の史跡に指定されている。岐阜県では、最大規模の古墳で、4世紀末、古墳時代中期初頭頃の築造と推定される。岐阜県西部、大垣市街地から、北方の定位段級。 牧の大地生援に築造された大型前方公園墳である。一帯は本古墳含む名主的主張母クラスの大型古墳が集中する地域で不破古墳群として認知される。発掘調査以前に墳球の一部や集合部は宅地造成等による作兵を受けているほか、墳球場は竹藪で追われていた。これまでには 1879から1880年、明治12から13年頃に洞窟にあった後、1979年度、昭和54年度に第一次発掘調査、1994から1999年度、平成6から11年度に、第二から七次発掘調査、2004から2006年度、平成16から18年度に、 第8から10時発掘調査が実施されている。噴景は前方五円形で前方部を南西方に向ける。噴球は三段築成。噴球長は約150メートルを測るが、これは岐阜県で最大規模になる。噴球表面では、角段テラス部に、円筒派には列が、斜面に、付近石が、噴頂部などに、継承派には、家型、湯木形、 縦型、二形、甲冑系派には認められている。墳球周囲には、鍵穴形、左右非対称の前方五円形の集合が巡らされており、集合を含めた古墳全長は約180メートルに及ぶ。主体部の埋葬施設は、縦穴式石室、粘土角、木管地下層の3基で、いずれも公園部において、同一母校内に構築される。 大型古墳で同一母校内に異なる3基の埋葬施設が構築されるのは珍しい様相にな。縦穴式石室は洞窟にあっているが、他2基は未洞窟で、3基とも内部調査は実施されていないものの、周囲調査では多数の副葬品やトモコン儀礼品、玉類、土器などが検出されている。 この中半大塚古墳は古墳時代中期初頭の4世紀末頃の築造と推定される。一帯は伊比川西岸の平野部であるとともに関ヶ原から能美平野に出る用地であり、本古墳はこの地域に映像された不破古墳群の名主墳の一つに位置づけられるが、当地では各名主墳は異なる増墓基盤勢力によって築造をされている。 それら名手墳の中でも本古墳は最大級となり、その規模や内容は機内の大応募に準じるものであることから、当時の不和地域ひいては東海地方と山東県との関わりを考察する上で重要視され古墳になる。古墳域は2000年、平成12年に国の史跡に指定された。現在は史跡整備工事の上で、 中半大塚古墳歴史公園として公開されている。古墳の規模は次の通り、墳丘規格は、公園部に比して前方部が短い形状で、類例として、青塚古墳、愛知県犬山市、消防寺古墳、愛知県西尾市、宝塚一号墳、三重県松阪市との関連が指摘される。墳丘の各段のテラスには、円筒派輪列が巡らされ、斜面には、 吹石が施されている。公園部、頂、スロープ部の埴輪列については、詳細な調査が実施されており、公園部長では、直径20メートルの円周上に、契約150本の埴輪が樹立したとされる。また吹石に用いられた河原石については、付近の大谷川村と推測されている。墳糾周囲に巡らされた集合は深さ2メートルまで、 掘り下げた深いもので一体の古墳としては初となる本格的な集合とされる。集合の規定幅は前方部北前端で11メートル、後円部で9から14メートル、首部で23メートル。この集合部では地中探査により立教、渡り土手や島上以降の存在も推測されるが、いずれも発掘調査が実施されておらずつまびらかでない。現在では、 公園部の一部で築造当時の様子が再現されている。主体部の埋葬施設は公園部分庁において同一母校内に縦穴式石室一基、粘土角一基、木管自家層一基の計算機の構築が認められている。三基はそれぞれ次の通り。前述のように三基は同一母校内に位置するが母校は計画的に配置されていることから三基ともあらかじめ 計画された上での埋葬とされる。3基の打ち立て穴式石室、粘土核はほぼ同時期の埋葬と推定される一方、これら2基を粘土で覆った上に、第3の木管が置かれるため、第3の木管は若干下る時期と推定されるが、母校自体は3基が揃って、初めて埋められている。大型前方公園墳に3人の被葬者が埋葬され、 それぞれ異なる埋葬施設を採用するという例は珍しく、その背景はつまびらかでない。以上のほか発掘調査では、南側首ビレ部付近で埴輪棺3基も検出されている。これらに用いられた埴輪は、中半大塚古墳のものとされる。明治期の洞窟で出土した遺物の内伝製品は、次の通り。現在これらは、 東京国立博物館で保管されている。また近年の発掘調査で出土した遺物は次の通り。現在これらは大垣市歴史民族資料館で保管されている。以上のほか、前述のように墳球場では、円筒萩和が検出されている。また継承萩和として、家型萩和、弓形萩和、縦型萩和、二形萩和、 甲冑系刃庭が検出されており、特に公園部分庁では、家型刃庭7個体分、二形刃庭6個体分が認められている。公園部分庁では、多数の活石生玉類や弾き、ザル形瓦け、食物系土製品が集中して検出されているが、これらは公園部分庁での古墳祭祀儀礼を示すものとされ、墳丘首レブの作りででの祭祀儀礼へと移行する。 前の様相とされる、所在地、交通アクセス、関連施設、周辺、駐車区出店、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。